今回はプロパティを使ったカスタムテンプレートを作成します。カスタムテンプレートを作成して登録することで新規図面を作成するときにそこからスタートすることができるようになります。プロパティを使って図面枠を作っておくと図面枚数が10枚とか20枚とか増えたときに一覧で表スタイルで管理できるので管理が楽になります。やっていきます。新規作成のディスメトリック、 OK。 で、まずは図面枠背景を表示、 A4 シート、すべてを選択、デリート、グリッド、グリッドは使用線の間隔は10ミリ、10ミリで10、主要線における補助線の数は2個、これで9÷2.5mm ピッチのグリッドにピッチのグリッドを表示、グリッドにスナップ。この青い線が10ミリで点線2等分しているので青い線と点線の間隔は5ミリになってます。グリッドにスナップは点にスナップ、グリッド表示は点で表示に変えときます。で、長方形を2点で、で、図面枠っぽいのを作っときます。で、A3 シート、同様と同様、すべてを選択、デリート、デリート、長方形を2点で、で、を2点、枠っぽいのを作りました。次は下、テキスト、テキストボックスを作ります。最初は修復、縮尺タブで送って、プロパティテキスト、シート尺度選択、 OK、 OK。 次は交差か、交差、先にプロパティを作っときます。情報ファイルのプロパティ、プロジェクト、文書番号、例えば怖い 1234566 とか、改訂番号、プロジェクト名、鳥の、なんだろう、巣箱にしようかな、カスタムテンプレート。カスタムテンプレートは交差、交差プラスマイナス0.1、追加、材質、
数で。いた D イコール10仕上げ、ラッカー塗装、例えばこんな風にカスタムプロパティを作っておきます。材質っていう名称は使えないので、システムの予約になっているので、ここではカッコ 2D っていうのを付け加えています。 OK で、またさっきのテキストボックスに戻って、タブでプロパティの挿入、テキストプロパティ、ユーザー設定プロパティ交差を選択、OK、次材質タブ、テキストプロパティの材質2D を選択、 OK、 OK、 仕上げ、仕上げはキャンセル、仕上げ、あとプロジェクト名、タブで OK、 次が図面名、図面名は文書名、文書番号、ファイル名か、ファイル名の拡張しなしを入れます。よいしょ、ドラフト入りました。あとは図面番号、タブで送って、プロパティテキストの文書番号を入れんぼ、はい、文書番号を入れて、スペースで、改定番号も並べて入れて、スペースでカッコ開きとじスラッシュと入れて、シート番号を入れて、シート数を入れます。 OK、 OK、 こんな感じかな。で、これがノーマルですね、スタイルが、スタイルの文字の
ノーマル変更段落で今文字高さが 3.5 ミリになってるんで、これを3にしようかな。と適用インデントが10ミリ、20ミリ、30ミリ、30ミリ、30ミリはいるな。右クリック、プロパティ、インデントの間隔、これを30。これはこの図面膜のみ、これはこの、テキストボックスのみに使用する装飾なので、右クリックでプロパティを出して、そのテキストボックスのみに適用します。30。で、この図面名よ、図面名は文字高さを5にしようかな、図面番号、と改定番号も文字高さを5にして、ちょっと分かりやすくしときます。輪郭線はいらないから表示、グリッドも表示、フィット、よん、あ、スナップ入ってるか。これで右クリックコピーして、 A3 の図面膜にも同じものを貼り付けておきます。よいしょ。背景は非表示に戻して、あとは、寸法もスタイルを修正しておきます。 2D モデルを表示、グリッドを表示、グリッドにスナップといえば、書いたとして、インテリスケッチ自動寸法記入、新しい幾何形状に自動的に寸法を記入する、キー入力で幾何形状が作成されるときのみで、クリックして5が4020、角度0で表示を寸法されるんですけど、この物の形状と引き出し寸法の境界が非常にないので、区別がつきにくくなっちゃうので、あと寸法の高さもいまいちなんだよな。 Thank you.
えば、スマートディメンションで、これを選択して、もう一回、このグレーの点線が出てるときっていうのがスタイルの設定に従っているときの印です。寸法の間隔が10ミリ、10ミリ以上あるな。大きいので、スタイル、寸法線。フィートとかインチとか、そんなスタイルもあるけど、これを使わないけどね、消しちゃいます。で、消しちゃ、消しても、この図面は消しちゃってもないので、特に他の図面には移行しないので、軽い気持ちで消せます。ディス、ミリ、寸法、スタイルを変更。文字は文字高さを 2.5 ミリにします。寸法線と累進寸法は並列ピッチをフォントサイズかける2にしときます。こうするとピッチを2×2.5 で 5mm ピッチで揃えることができるようになります。あと引き出しの根元の要素との間隔を 0.5 ぐらいにしとこうかな。かけるフォントサイズで 1.25mm になります。 OK。幾何関係のハンドルを表示、グリッドも表示。ここの引き出しの根元に隙間ができたので見やすくなりました。で、これを表示、スナップをオフにした状態で揃えてみますと 5mm、 これもピッチは 5mm で綺麗に揃えることができます。あと寸法を揃えるときに、この状態だと自由に各寸法は動かせるんですけど、位置揃えセット保持っていうのがあって、これをオンになってるともう一回揃えちゃうと関連付けがされちゃって一緒に動くようになっちゃいます。例えばこれもこれに重ねて揃えてしまうと、これにもセットがついちゃいました。これでも塊になっちゃいましたね。これもこれを揃えて整理するとセットがつきます。一回これセットがついちゃうと、じゃあ10セット分解っていうので分解してると、よ、自由に動かすようになります。ただこれもまたついちゃうので、この10セット保持っていうのは切っといた方が通常はやりやすいです。これもついちゃったんで、また分解。あ、変なことしたかな。これも、あ、そう。つきました。で、あともう一個、例えば面取り、この面取りをここに例えばやっちゃいます。面取りする第一の線をクリックします。第二の線をクリックします。
で、ここに適当にポン、メンタリがつきました。で、非可関係のハンドルを表示にすると、ここにメンタルだけにつく特別なアイコンが出ています。これがついているものだと寸法のメンタル寸法で、引き出すことができます。あ、間違えた。寸法基準線をクリック、寸法測定線をクリック、こんな感じかな。スタイル寸法にすみり変更、文字、ここにメンタリ寸法シーンによる表示っていうのチェックが入ってると C っていうので表示ができます。調節したりして C 名をとりあえず適当につけてみました。で、この色は黒い色や緑色っぽい色があるんですけど、グリッド表示、これはスタイル寸法実ミリ変寸法全般、今形状制御寸法が黒で表示されていて、形状依存寸法が濃いシャンで表示されているためです。なんでこれは形状制御寸法なので、これをマウスホイールでスクロールすると寸法を変えることができます。これはことはできません。こういう量を回すためには変わらないです。例えばここに50って打つとアンダーバーが入って、実寸とは違う数値が入ってるっていう印がつきます。これはよ、実寸ではない寸法、これをチェックを押すと元に戻すことができます。まあ、この色違いになっていても、印刷をするときに全ての色を黒で印刷という設定があるので、まあ寸法線がカラフルになっていても、最終的に印刷するときは白黒、使い慣れた白黒で印刷することができます。まあ、ここは色を分けしておきましょうかね。もちろん黒に統一してもいいですけど。で、シートに戻って、テーブル 2D モデルで、さっきの 2D モデルに飛んで、で、ここからここまでを切り出す。ここに持ってくる。位置は変かな。 3D モデルでスケッチした図をここに引っ張ってこれます。 C も切れてるな。で、詳細とかもあるんで、この辺拡大したかったらこうやって拡大図を持ってくることができます。で、またここでちょっとフォントがでかすぎるので、これも直しときます。スタイル図面ビュー
変更表題、あ、表題の書式か、表題の書式、これも3でいいかな。3、色は黒だな。MSP ゴシックがいいな。これで OK、 適用。でこの拡大ビューには縮尺を入れておきたいんで、もう一回変更、表題、出頭、写真ビュー、詳細ビュー、詳細ビューはビューの尺度をオン、でいいかな。 OK、 決定を、わあ、ビューの尺度でまたでかすぎたので、変更、表題、表題の書式か、副表題か、副表題を黒にしてフォントサイズも3にして、フォントは MSN ゴシック、MSN、どこ、 MSP ゴシックにしときます。うん、同じフォンだな。 OK、 適用。あ、ここも入っちゃったな、シクシクが。この図面ビューは縮尺はいらないか。個別の設定は個別のプロパティで直します。ビューの尺度非表示、 OK、 こんな感じかな。まあちょっと細かいところ気になるところはあるかもしれませんが、一旦今回は気にしないで、あとこの縮尺1対1になってますけど、これがシートの設定、サイズ尺度、ここで変えることができます。2対1にするとここも2対1に連動して変わります。これがまあプロパティテキストなんですけど、で1対10だと1対10になりますね。でシートの設定、例えば背景を A3 シートにすると、先ほどの A3 シートの方に図面膜が切り替わります。背景を表示、この A3 シートの定義のところですね。背景を非表示でシートに戻る、これも、シートの設定を、背景を A4 に戻す、こんな感じかな。バリッと、寸法と図面ビュー直したから、これで
これで、図面枠の登録にしようと思います。で、いらないものを消しときます。よっ、これもいらない。シートにして 2D も消しとこうかな。新規図面作成をするとこの状態で始まるように しようと思います。ちょっと、これ保存すると、ソリッドエッジ文書というフォルダを今作ってます。この中に新しいフォルダ、カスタムテンプレートにしようかな。この中に図面枠1とか保存しました。で、これをスタートに使うためには設定オプション、ファイルの場所、ユーザーテンプレート変更、さっきのとこ出てきた、カスタムテンプレートフォルダーと言ってるんで、このフォルダーを選択で、フォルダーが入りました。 OK で、この図面膜は閉じちゃう。そうすると新規作成をしたときに、今までの標準テンプレート以外にユーザーテンプレートというのが出てくるので、先ほどの図面膜1を選択します。そうすると図面膜を開くことができます。で、例えばこれシート1なんですけど、これをシートの挿入、シートの設定、背景は A4 か、そうだった、デフォルト保存してなかったんだ。まあいいや、さっきデフォルト保存したんで、今度シートを挿入すれば A4 になるはずですね。ああ、気になる。これを開く。テンプレート図面膜1を開く。これを、シートの設定 A4、 これをデフォルトに保存して、上書き保存。これで次からは A4 で始まるはず。これも閉じちゃう。しない。新規作成、ユーザーテンプレート OK。 で、出てきて、シートの挿入をすると、例えば3枚にすると、これが3分の3、ここは3分の2、3分の1というふうにシート枚数が自動で入ります。で、この
情報ファイルのプロパティ見ると、このプロジェクト、これを例えば56789とかすれば OK。 図面番号変えたんですけど変わらないですね。これはプロパティテキストすべて更新、すぐに分からなくて、これをやると変わります。で、変わりました。あとは情報、ここにもプロパティマネージャーがあるんですよね。文章を保存する必要があります。あ、保存してなかったか。新規作成した文章を保存します。カスタムテンプレートじゃなくて新しいフォルダ、図面フォルダを作って、ここに何にしようかな。鳥の巣箱だから屋根板とか。で、これは図面で屋根板が入りました。どれもどのシートにも入ってますね。この状態で図面のプロパティマネージャーを開くと、屋根板が出てきて、ここは そっかプレビューも出てきて、プレビューも面を表示をして、で、材質や仕上げや、プロジェクト名なんかも一覧で編集はできます。でも最初この仕上げとか材質は出てないはずなんで、さっき練習した時に入れちゃったんだな。表示するプロパティを設定っていうところがあります。カスタム、これ入れたんだ。そっか。ここで、例えば、削除、仕上げも削除。でも、プロパティの表示順か。一旦 OK。通知はこうなってますね。で、この上のところで右クリックして表示するプロパティを設定で、カスタムプロパティで作成したプロパティを追加。で、例えばいらないやつは削除。モデルタイプ削除、ステータス削除、コメント作成者削除、管理者削除。プロジェクト名が一番上かな。文書番号、改訂番号、材質、仕上げ、最初のファイル名が上だよな。こんな順番にして OK で、例えば
ピーにすると、大抵番号 B にしましたね。で B にしますね。 OK、 B に今回は即時変わりましたね。保存で、また新規作成、ユーザーテンプレートの図面マップ1で OK。 今度は保存、前面板作図を設置してから保存なんでしょうけど、まあ、今回は作図は飛ばします。前面板、あと新規作成、ユーザーテンプレート図面枠1で OK。 今度は床板保存で、図面名がファイル名がはめ込まれてますね。今3つの図面があるんですけど、この状態で例えば情報プロパティマネージャーをすると1個しか出てこないんですよね。今アクティブな図面のプロパティのみしか出てこないです。前面板をアクティブにして、で別情報か、情報プロパティマネージャーで前面板で1個ずつしか変更できないんですけど、1個一旦これらを保存、して全部ファイルを閉じて、もう一回情報プロパティマネージャーをすると今度はフォルダを指定するようになります。図面フォルダを追加、先ほど図面を保存したフォルダですね、ここにして OK すると、そのフォルダの中にある図面が一覧で出てきます。ここで一覧でどこ行ったの、改定番号、例えば C にしたり、前面板は底板は10じゃなくて14にしようかなと思ったり、前面板の塗装色は緑にしようかな、緑にしようかなとか思ったりして、よってばOK とします。では前面板の前面板の仕上げの色確認してみましょう。ファイルを開く、前面板の仕上げの色緑になってますね。各パラメータを評価式で一括して編集できるので、図面枚数が10枚とか20枚とか増えてくると管理を活用するのが楽になります。プロパティで図面マークを制御しておくと、でこれをもう一回追加こう OK
一覧表は、例えばコピーして、Excel。PC のもので遅くてすいませんね。ペーストすると、まあ、一覧表を Excel に貼り付けたりということも簡単にできます。見積もり先に、図面の一覧表などを Excel ファイルで添付するときに非常に便利です。こんな感じかな。で、これは保存せずに閉じる。で、これも一旦スリットエッジも閉じちゃいます。さっきの図面フォルダですね。スリットエッジ文集の中に作った図面フォルダ、通常のエクスプローラーの状態だと表示されないんですけど、ここでその他プロパティを追加することもできます。改定番号、あ、文書番号があった。文書番号をチェック。あと改定番号はないかな。あ、改定番号あった。改定番号チェック OK。 あ、もう一個あった。プロジェクト名を打ちとこう。プロジェクト名、プロジェクト名あった。 OK。 あ、プログラム名あったか、失礼。プログラム名なしで、プロジェクト名、プロジェクト名、これか、鳥の巣箱。これを一番下に持ってこようかな。プロジェクト名、名前、更新日、あ、更新日とか、種類選んでくような種類なし。文書番号、改定番号、まあ、エクスプローラーの中でもこのプロジェクトで相当して表示させたりとかいうこともできます。文書番号、ここから文書番号で変えれるのかな。プロパティ、プロジェクト、あ、変えれるか。1,2,3,4,5,6 OK。 1,2,3,4,5,6 になりましたね。鳥の巣箱ダブルクリップで開くと、1,2,3,4,5,6 合ってるな。
変わってますね。で、普通のファイル、この子からも、まあ、プロパティの操作で入ることができますし、アプリケーション上の全部閉じた状態で、情報のプロパティマネージャー対象フォルダを選択、 OK、で、一覧で各図面中のパラメータを変更することができますし、これをコピーして Excel 等に貼り付けることもできます。で、表示する項目も編集で変えることができます。カスタム、これか、はい、まあ、こうしたことで図面枚数が増えた時の管理が容易になります。まあ、プレビューウィンドウで図面の概要も確認することができます。今日のソリッド H2D は以上です。終わり。